よ。でも。この間のこと、ごめん、驚かせるつもりじゃなかったんだ。ザクロと会った時、あの路地裏であんたをビビらせただろ。本当に申し訳なかったと思ってる。あんたが不本意につけ狙われてるのは話に聞いてたのに。実際襲われたことあるんでしょ。無事でよかったけど。だからこそ俺の態度は良くない。俺は自分が許せないんだ。そんな甘いこと言ってるから余計心配なんだよな。暴力ってのは基本理不尽なものだ。振るう方は簡単だけど、振るわれる方はずっと尾を引く。ちゃんと対策してる？怪しい奴についていくなよ。はい、防犯ブザー。携帯を忘れるなよ。いいね。危険な目に遭うよりマシ。自分を守るのは自分だけだ。自分を危険にさらしてまで守ってくれる奴なんてそうそういない。ああ、もちろんあんたにとっての K は別。 K はあんたのこと一番だから。俺は別にその内緒。ギーさんべったりですね。何かあったんですか？マスターがいればうまくできるのに。離れろ、ギー。どうして？いつあれが来るかわからないのに。ザクロのことなら警戒する必要はない。あれは彼女には手を出さない。でもこの間は手を出した。手を出したのは貴様に対してだ。貴様は試され失敗したのだ。僕は失敗した？そうだ。貴様の力不足だ。それとも任せた俺が間違えたのか？ごめんなさい。次はないから。絶対にないから。絶対などという言葉を口にする者ほどその意味を知らぬ。だがその覚悟を忘れるな。忘れない。この悔しいか？悔しい。お前が今感じているものだ。悔しい。悔しいを忘れない。近すぎる。ここは安全だ。
仕事に行け。シフトが入っているはずだ。大丈夫ですよ、ギーさん。僕もいますから。ナチュラルに見下されてる？いいから行け。わかった。ケイさん、怒ってます？どこをどう見たらそう見える？どこをどう見てもそう見えますよ。君がそう言うなら、多分怒りポイントは違うと思いますよ。うんめえ。すみませんでした。ちょっと、あのあのさ、ザクロと同じテーブルがいいか、それとも分けるか。おやおや、これはひどい仕打ち。同じテーブルだけをおすすめしてほしいところ。ザクロの案内は銀星に頼むか。俺が？なんで？まあ今度の対決の秘策が聞けるかもしれないぜ。あるとしてもあんたからは聞きたくない。ならばこちらの小鳥にこっそりと。ではヒントに、あなたのご意見を拝聴。愛は失いたくないものや否や。だってよ、銀星、大行で甘ったるい話じゃないか。愛を失いたくないなんて、持っているやつだけが言えるセリフだろ。そういうことじゃないから。姫は愛されてるから大丈夫。へえ、姫は愛されてるから大丈夫だと。イケメンが言うと違うな。さすがさすが、やはりイケメン。心意気も一段上というもの。くっそ、ムカつく。しかしソテツ、あなたも整った顔立ちのイケメンでは。よせよ、そういうのは銀星で十分だ。言い方。そうだったそうだった。悪い悪い、お前自分の顔好きじゃないもんな。整った顔はそれだけでアドバンテージ。 K の横に立つにふさわしいとも。うるさい、 K はそういう風に俺を見ない。ああごめん。姫、こちらへどうぞ。席に案内する。ごめん、なんかああいう風に茶化されるのダメで。みっともないよな、自分でも分かってる。でも
割って入ってくれてありがとう。あのさ、何？うるさい。でも、またやっちゃった。なに、また間違えてコーヒー買ったの？引き取ろうか？うん、大丈夫だよ、ありがとう。で、今度は何に悩んでるのさ？無意識にコーヒー買っちゃうくらい？うん。アキラはさ、前に言ってたじゃない、絶対にパフォーマーに歌わせたくないって。まあね、やっぱ嫌じゃん、俺たちシンガーなんだからさ。結構マジなんだ、あのザクロってやつが K に入るって。じゃあ誰？銀星。銀星？それはないっしょ、だって銀星でしょ。マジなの？ひょっとしてチーム K のナンバー2対決？もし銀星が勝ったらチーム K の新作のシンガーになるかもって。誰がそんなこと？ザクロ、僕もそんなことないと思ってたけど、でも考えたんだ。もしもミキさんたちの新作がまだあってそれがかかるとしたら。なるほどね、吉野が不安になるわけだ。いつだってパフォーマーの方が格上扱いってやっぱおかしくね。だからこそ絶対に譲れない、俺は絶対に誰にも歌を譲らない。アキラは強いな。吉野だってここで逃げないだろ。うん、逃げられないよね、帰る場所なんてないから。ギー、何してんの？一人で練習してる。なら俺とストレッチしようぜ。ヒース体弱いし曲作ってるし。ごめんラン、付き合ってあげられなくて。気にすんなって、お前はチーム B にいい曲書けばいいの。それじゃあギー、やろうぜ。おっとっとっと、避けるのうまいな。お前の匂い、なんか違うから。そりゃ人によって匂いなんて違うやろ。っていうかそういうことじゃないんやろな、お前の場合。あ、なんなの、同じスターレスの仲間やろ、無視すんなよ。匂いがなんか違うから。それはさっきも聞いたってば。ギー、ランは
今はいいやつだよ。そうなの？そう、俺今はいいやつ。仲良くしようぜギー。ギー、どこ行くんや？スターレスに行く。スターレスはここやろ？何言ってんの？ギーが言ってるのは前のスターレス。落ち着くんじゃない？ここ、誰かが見てる。いきなりオカルトか？霊とかはいないよ。大丈夫。ちょやめて、タロットめくりながら言うの。霊的なサムシング見えるマンか？わあ、怖。やっぱ一番怖いのは人間や。人間が一番怖い。それはわかる。お疲れ様です。おいギー、何やってんだ固まって。イヤホンつけてなんか聞いてんの？歌詞を覚えてる、でも聞き取れない。君の投げた花からの跡が。イヤホン貸してみろって。香る甘いムズゴロ。ムズゴロって何？なあおいメノ、この曲のこれなんて言ってんの？君の投げた花からの跡。何？花はかすかに？君の投げた花から香る甘いムツゴトだよ。あれ？でも演目違うんじゃない？まあいいか。ムズゴロって何？ケイに聞きなよ。ケイは忙しい。僕も暇じゃないんだけどな。じゃあ代わりにフライヤーの仕分けしてよ、水木。なんで俺が？だって君の代わりにギーに答えるんだもん。はい、そこの山チームごとに分けといて。めんどくせえなあ。もうムツゴトはね、イチャイチャしてる時の恋人の会話。この場合カルメンとホセ。でもホセはカルメンに捨てられたから、昔イチャイチャした時のことを思い出してる。昔はイチャイチャしてたけど今は違うっていうこと？そうだよ、捨てられたからね。
それで最後にホセはカルメンを殺しちゃう。ホセはカルメンを殺すの？殺せって命令されたの？命令か。面白いこと言うね。そうかも。捨てられて傷ついた心に命令されたのかもね。演じてるのは K だし、聞いてみたら？捨てられたことがあるか、とか。貴様の芸の肥やしになるつもりはないぞ。あれ？来てたんだ、K。やだな。演技上の純粋な興味だよ。貴様の好奇心に応える言われもない。働け、メノ。はいはい、しょうがないな。ミズキ、どこまでできた？あ、全然仕分けてない。ミズキ、サボってる。うっせえな。俺に押し付けたてめえに言われたくねえってな。やかましいことだ。このアドレスにメールとはな。たまにはこのようなイベントも起こるか。ケイ、誰がホセにカルメンを殺せって命令したの？あえて言うなら、捨てられ傷ついた己の心に命じられたのだ。失うくらいなら誰にも渡したくないと。愛から生まれた強い執着で。執着、失いたくない。当人にとっての最優先事項ということだ。それが正しいのか間違っているのかなど他人に断じることもできぬ強さで。愛は人を滅ぼすこともある。愛が人を救うことがあるように。わからないな。僕にはよくわからない。だからこそステージがあるのだ。まさに。はてさて。うるさい。なんとも。まあ、スターレス行くとこ？俺も一緒に行っていいよな。お、見て見て、あそこにいるの銀星や。おーい銀星、一緒に行こうぜ。バカ、こんなとこで大声出すな。照れてんの？ごめんごめん。まあ確かにちょっと恥ずかしかったかもな。姫にも謝れ。ごめんな姉ちゃん、次は気をつけるな。それで、なんで声かけてきたの？別に一緒に行かなくてもいいだろ。可愛い子とイケメンはべらせて歩きたかったんやもの。銀星は俺のことちょっと苦手やけど、姉ちゃんが一緒なら平気かと思って。別に俺は。大丈夫大丈夫、銀星が引いてもしゃあないの。
俺な、なんか距離感近すぎるみたい。いっつも身内に怒られてんの。もう参る。しょうがないんじゃない、お前はそういうキャラなんだろ。自分のキャラなんてそうそう変えられない。人懐っこくていいんじゃない。金星、なんだよ。そうそうなの、もう俺はこうなの。分かってんな銀星、分かってる。分かってくれてめっちゃ嬉しい。俺人懐っこくてズーズーしいキャラなんや。なんだよそれ。やった、受けた。なあ銀星、俺の印象ちょっと変わった？まあね、ソテツとか黒曜タイプかと思ったけど。あー、その辺か。なんかそれわかる。あんたリコもちょっと苦手やろ。いじられオーラあるもん銀星、人とちょっと距離置くとこもさ。顔が綺麗で真面目なとこあるからな。なあ姉ちゃんもそう思うやろ。そういうのやめてくれない？そんな柄じゃないし。あ、それから俺姉ちゃんもいいと思う。潔くてちゃんとしてる感じ。銀星、俺たち頑張らないと。え、なんで？こういう姉ちゃんはな、俺らみたいなもんのことメロメロにするんや。もう俺なんて半分メロメロやもん。いつでも口説きたいくらい。すごいなお前、俺はそれできる気がしない。そうしといて、銀星に本気出されたらヤバい気がしてるから。あのな、ヤコ。え、ボン。何やってんの、そんなに驚かせた。ああいや、ごめん、ちょっとびっくりしただけ。本汚れなかったか。あれ、何これ、アンデルセンの本。ああ、そのちょっと興味があって。お蔵入りになった演目で赤い靴題材のものがあるって聞いたから。そうそう、 P ができる前の演目、懐かしいな。メノーに当て書きされたんだよ、吉野がシンガーで。今思えばチーム P の原型みたいな演目だったな。どうして今はやらないんです？リンドを中心にチーム P ができた時、 P の演目は全部新しく作ったんだよ。だから赤い靴は W に残ってさ。でもアキラにちょっと似合わなかったんだ。ああ、シンガーがヨシの前提だったから。そうそう、メノーは W にいるけどヨシノは P だろ。でお蔵入り。へえ、 P でやらないのかな、再発見みたいな感じで。確かに今はメノーも P だしな。マイカならいけるかも。
でもお前ちゃんとしてるな。原作とか読む派なんだ、珍しい。実はさっきもそれで水木と蘭にめちゃくちゃからかわれて。本読んだってステージできねえよバーカって。よくわかりましたね。水木の口癖だから俺もよく言われた。俺からしたら原作読まない方がどうかしてると思うけど。ああ、よそでは普通だと思うんですけど、スターレスだと逆ですよね。俺は原作とか読んであれこれ考察するの結構好きな方だから。わかる、すごいわかる。シーンとかも読むけどちょっと違うんだよな。俺が P だった頃に夜行がいれば楽しかったのに。荒野にてとか俺めっちゃ好き。プレボのマノンレスコ読んだ。俺は小説よりオペラ版の方が好きですね。プッチーニもマスネもドラマティックで。ちょっと本案多すぎないか。でも荒野にてはプッチーニ版がベースでしょ。そうそう、こういう話がしたいんだよ。お前いいやつだな、ヤコ。俺も銀星がこういうタイプだって分かってすっごい嬉しいです。スターレスだと浮くから適当にごまかさないと面倒だけどな。